さ、詩人さんの動画でも見よっかな。お、火花か。うんうんうん。お、乙女解剖か。うんうん。あ、寝たいてなのに寝たねえじゃん。冷やす。最近の動画はネタがない。よみんな久しぶりだな。俺が最近思ってることを言うぜ。 YouTube では割と頻繁に動画上げてるんだが、3週間ぐらい投稿がないとコメントでこう言われるんだ。あ、生きてた。そんな短期間で死にません。なんでかよいしょ。ロマンティック止めて、あの来い。ロマンティック、え、あれまた曲間違えてる。そろそろこのネタ飽きない。そこの青年誰だお前。この望遠鏡を覗いてみろ。この世界の未来が見える。一体何が見えるって言うんだ。いや誰。待って、あれは神な。オッケー。ああ僕はもう無重力。無重力で生まれた僕は学校でも人気者さ。すげえなお前。席に座りなさい。座れないっす、無重力なんで。いやだ佐藤君かっこいい。こいつら始まりそう。緊張のタンスを壊したい。緊張のタンスを壊したい。うわ、おお、自作自演だ。うえ、ダンスブシャー。でもなんだかんだ難しい。いや、やっぱ絵って難しいけど楽しいな。見せてよ。いや、全然上手くないけど。いやいや、そんなこと言って。おお、すげえ上手なアリクイだね。そうですよ。見た目も声も生まれ変わるのさ。お前もイケボを見せてよ。この曲が終われば歌い手に。はい、最近の流行りでイケボー対抗。俺声がいいから歌い手目指そうと思うよ。あ、確かにめっちゃ声いいよね。アイドル歌い手とかいけそうでしょ。あ、じゃあイケボーでちょっと告白してみて。愛してるよ。おー、いけるね。じゃあちょっと次イケボーで歌ってみて。オッケー、任せろ。一回こきりのシューティングスター、それをなんとも寝てまとまってやっちゃって、ドキドキしたこと言った。もあなたにとっては日常みたいだ。大失敗。失敗した。どうしたどうした。めっちゃ大失敗してしまった。もう立ち直れない。何やったの。実はどうせ大したことないってことでしょ。間違ってメルカリでばあちゃんに出品したら売れちゃった。大惨事。効果も悟ったんだ。どうせイケメンイケボだけがモテる世界だ。これ気づいてる僕だけが歌い手になり得そう。金星のダンスは恥ずかしい。金星のダンスは恥ずかしいんだ。立ったから見ればおかしなドンリッドは知りながらダンセンダン。曲が終われば歌いたい。最近の動画はネタがないって。でもやっぱり配信者に向いてると思うんだよね。まあそれなら歌のうまさ関係ないし。それで活動の名前とか。それはもう配信者らしいかっこかわいい名前だよ。いいね。なんて名前。ゴンドラ佐之助。もうやめとけ。